こんにちは、長谷川玲子です。こんにちは、浜松市長の鈴木康智です。すっかり秋も深まって、朝晩の風が冷たくなってきました。冬の訪れを実感しますね。さて、先日市長が公務として初めて海外市長に、ね、はい、出かけられたんだそうですね。はい、そうです。10月の24日から11月の1日まで、はい、中国の上海市と、広州市と、それと韓国のですね、最終島ですね、に行ってまいりまして、はい、はい、今回3つその目的がございまして、1つはですね、2009年に行われます浜松モザイカルチャー世界博へのですね、出展のお願いに上海市、それから広州市のですね、静岡県と浙江省の、まあ、25周年記念の、そうした記念式典がございまして、その代表団の一員として参加させていただきました。はい、で、3つ目はですね、韓国の最終市の方はですね、 UCLG というですね、まあ、これは世界の都市や自治体の集まりなんですけども、まあ、その世界総会にございまして、まあ、それ出席をするということで出かけてまいりました。ですか、はい、随分過密スケジュールといいますか ね、大変だったんですね。はい、で、今お話に出てきましたが、はい、モザイカルチャー、はい、これどういうものなのか教えていただけますか。そうですね、これは造語でですね、モザイクとカルチャーをつけたんですけれども、はい、まあ、言ってみればですね、花と緑のタイアートですね、こうワイヤーなんかに骨組みを作りまして、あそこにこう花あるいは緑をあしらってですね、いろんな造形をこう作るんですけどね、まあ、そういう花と緑の立体アートというもので、ございまして、はい、まあ、いろんな、そういう花と緑で、建物とか、まあ、動物だとかですね、まあ、いろんなそういうものをですね、こう柱で表現してるんですね。はい、これは、まあ、今まで3回国際大会が開かれてまして、モントリオールでカナダのモントリオールの本部がそこで2回、はい、そして昨年ですね、第3回大会上海で行われまして、第4回目がですね、2009年に浜松で行われました。へえ、はい、はい、この植物を使った芸術、はい、そのお祭りになるわけですね。そうですね、今度浜松のフラワーパークですね、はい、フラワーパークを見会場にしましてね、いろんな造形をそこに置いていくんですけどもね、まあ言ってみれば第2回目のですね、浜名湖花博というような、いいようなイベントでありまして、はい、浜名湖とはちょっとまたもう少しそのテーマ性を持ったものになると思いますけれども、はい、30カ国100作品ぐらいですね、もう展示をしていこうかなという結果を予定しております。はい、花と緑というのはね、浜名湖の得意分野でもありますから、はい、花と緑の街づくりの、まあ、一つの一環としてもです、ね、また、まあ、政令指定都市になって初めての大きな国際博覧会イベントですので、うん、まあ、そういう意味でもです、ね、ぜひ成功させたいというふうに考えています。はい、花と緑を通じても、はい、各国の友好の輪が広がるといいですよね。そうですね、はいはい、でもう一つ出てきましたね、はい、ニュー CLG、はい、都市自治体連合、はい、これなかなか聞き慣れないかもしれませんが、はい、どういったものなんでしょう。まあ、イメージをしていただきたいのは、ね、うん、まあ、国際連合、はい、国の集まりが国連であるとするならばですね、うん、まあ、都市とか自治体の国連のようなです、ね、まあ、集合体がこの UCLG ですね、はい、都市自治体連合というものなんですね、うん、はい、これはでもね、なかなか大きなもの、はい、催しになるわけですよね。そうですね、だいたい、まあ、これ第2回目の世界総会が開かれたんですけども、この組織自体は127カ国で約2500以上の自治体や都市が参加をしておりまして、はい、まあ、今回も10月の28日から31日まで、その会議や総会が開かれたんですけどね、1800人以上の方が全世界から集まって今年行いました。はいはい、これ日本は他の自治体とかは所属してるんですか。はい、実はまだ日本は浜松市だけ、参加しているのが浜松市だけなので、すごい、まあ、少し他の自治体もですね、ぜひ参加をお願いをしたいと思っております、ね、まあ、今回も少しオブザーバーで、まあ、広島市でありますとか、他の自治体もですね、この総会に参加をしていましたので、まあ、少しずつ、ね、日本の自治体の
数も増えていくことを期待しています。そうですね、はい、浜松に続けという、ねはい、ところが増えてくるといいですね。そうですね、随分やっぱり UCLGの方からもですね、うん、日本の自治体の参加というのも期待されていますから、今後、まあ、我々もそういう仲間を増やしていく、そんな活動もしていきたいですね。はい、浜松の意識の高さが伝わってきますが、はいね、でもそれだけ大きな総会というのはどういうことなんでしょうか。はい、そうですね、大きな、まあ、総会の中では、今回は持続可能性という大きなテーマのもとにですね、環境の問題でありますとか、あるいは、まあ、都市の立場でいろんな世界平和に対する取り組みだったりとかね、あとは都市の経営だとか、まあ、いろんなテーマに分かれまして、ね、会議が行われたり、あとは全体ですね、いろんなスローガンというかね、この枠組みとして、UCLGとしての取り組みについてですね、まあ、そういう、決め事を総会の中で行ったりしたんですね。はい、私どもも実はアーバンモビリティコミッティという、まあちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、新しい、まあ都市生活様式に合わせてですね、いろんな交通体系みたいなですね、そういうものを議論し合う、まあ、そういう委員会に所属をしておりまして、はい、でドイツ のシュツットガルトの市長が、委員長です。私が実は副委員長です。あら、そうなんですか。収入いたしまして、はい、浜市のバスのいろんな取り組みについて、今回は報告をさせていただきまして、はい、オムニバスタウン構想ということで、まあ、今ライスバスでありますとかね、バスのロケーションシステムでありますとか、バス利用を機能的にしていくという取り組みが今進められています。その事例報告をしながらアレンジの実家に参加をしてまいります。そうですか、随分実りの多い、ねね、ものだったんでしょうね。はい、で全体としてはですね、やっぱり国際連合という、まあ、国の組織を補完をするような形で、まあ、国連との、まあ、関係を引き継しながらですね、これから、まあ、都市としてまあ、できる国際貢献って言いますかね、そうしたことを、ね、取り組んでいこうというようなことをこの総会の中で話し合っておりまして、まあ、非常に有意義な、はい、はい、国ではなくて自治体だからこそできることもあるとそうですね、ということでしょうか、ね、例えば、まあ、環境の問題にしても、うん、例えば温暖化防止ということなんですね。例えば国連で大きな枠組みを決めても実際にその取り組みをするのは、一番市民の皆さんに都市でありますから、はい、都市が集まってむしろより具体的に自治体の防止をしてどういう取り組みをしていこうかですね、そういう話し合いが行われますので、国連とはまた違った意味で、私はまあいろんな国際貢献ができる組織ではないかなと期待をしたいと思います。またいろいろな意味でね、浜松の取り組みが世界に知られるというのは、はい、やはりこれから浜松が目指すところなんですよね。はい、そうですね、まあ、やっぱり政令指定都市になりまして、今度は国内外、まあ、今浜松はシティプロモーションに取り組んでいますけれども、浜松というものをですね、世界に対して発信をしていくということが大変重要になってまいりますので、まあ、そうしたものことの一環としてもですね、こうした組織を大事にしていきたいなというふうに考えています。はい、まさに世界都市を目指すということになるんでしょうかね。はい、そうですね、世界都市というものが、まあ、単にその世界に知られた都市というだけではなくて、うん、世界に対して一定の貢献というものができる都市という意味がありますので、まあ、私としてはそうした都市をこれから目指していきたいというふうに思います。これからもますますね、はい、シティプロモーションまず先頭を切っていこうから、はい、ということだと思うんですが、はい、頑張ってくださいね。はい、はい、ではお時間も残り少なくなりましたので、はい、市民の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、浜松は4月の1日から政令指定都市に移行いたしました。まあ、そうした中で、一つ、まあ、都市の格付けがありまして、静岡県の中の浜松であるので、日本の浜松、あるいは世界への浜松へというふうに今脱皮をしようとしています。まあ、そうした中で、まあ、浜松の世界都市を目指す、これは世界に浜松が知られるだけではなくて、まあ、浜松が世界の中で都市としてのいろんな貢献をしていこうということで、そうした世界都市への今取り組みが始まったところで、浜松は山でありますとか釣でありますとか本田でありますとか、こうした企業はすでに世界へ羽ばたいていますけれども、今度は浜松都市自体浜松に育っていった企業に負けないようにですね、世界に対して大切な
貢献をしていく。でそれが、まあ、地域ですね、浜松の次への大きな発展につながっていくというふうに思いますので、地域プロモーションの機関としてもですね、これからこうした実際的な活動というものにも大いに力を入れていきたいというふうに思います。ぜひまた市民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。今日はどうもお忙しいところありがとうございました。